大島康機の大島が押します。 今日は今度公開の「クレヨンしんちゃん」の映画バージョンです、ねはい、そうですすねねそう西川さんがタイトルを読んでくれないので読みますけれども「<laughs> 新次元クレヨンしんちゃんザムービー超能力大決戦とべとべ手巻き寿司というタイトルでございますのが1個ポスターのキービジュアルのモチーフになっていて、えーまあ、でも見終わった後にはです、ね、手巻き寿司にこんなにたくさんの意味があるのかという。 えことで感動してしまう作品なんですけれども<ー>、えー、クレヨンしんちゃん、えー、普段はですね4月末に公開されてゴールデンウィーク工業のイメージが強いと思うんですけれどもえー、近年8月に公開されて夏映画というえー、感じになっています、うん、で今回の作品はですねいろんな意味でかなり新境地に突入している作品だなと思っておりまして、えー、まず1点目はですね 初の 3DCG アニメーションなんですよね<ー>なんか今ねスタジオにあるキャプション画みたいなのがねなんか立体的なんですよ、うん、しんちゃんのほっぺがねなんか ななのそうなんですよ、うん、ちょっとねちょっと立体的に見えるという、えー、しんちゃんなんてね漫画で見ると、えー、非常にこう面がベタ塗りのね、うん、結構シンプルな絵じゃないですか、はい、でそれがあの魅力絵の味でもあると思うんですけれども、えー、そこにですね 3DCG を投入するという、えー、構想7年の計画、えー、どういう内訳の7年なのか僕は結構気になるんですけど。<laughs> <laughs> であとシンゴジラとか、えー、あとかあオールウェイズ3丁目のの夕日 担当した CG 制作会社のあ CG だけじゃなくて実写作品もやってるんですけど白組という,うーえチームが実際に入っておりまして、はい、アニメーションとしては、えー、もともとしんちゃんを長年やってる新鋭動画という会社がタッグを組んでですね2つの要素が合わさってるとで全部立体的にピクサー、Pixar、とかドリームワークスのアニメーションみたいになっちゃってるわけじゃなくて平面の部分は平面で<ー>立体的になってる部分は立体みたいな感覚でなんか全部がこう CG になっちゃったなみたいな寂しさみたいなのはなくてですね、うん、主に立体的な部分がどこかっていうとしんちゃんの肌なんですよ。え <laughs> どういう意味って感じなんですけどでもあの面白いんでぜひ見てみてください <laughs> <え>しんちゃんのね <laughs> あのほっぺとかお尻とかが <laughs>、うん、あのもちもちした本当の子どもの肌みたいな感じの立体感みたいなふうになっていて、えー、なぜそこに力を入れたのかは僕は正直あんまりわからないんですけど <laughs> でもしんちゃんの,そのほっぺっていっつも斜め45度から描かれててどこが膨らんでるのかが分かんなかったんですよ確かに確かにそれが今回明かされるというチャレンジ <laughs> 見え方が結構見栄えとして、えー、バキッと変わってる部分がまず大きな、えー、チェンジポイントですね<ー>それ見るだけでも結構ワクワクしてあとねあの序盤のつかみのアクションシーンみたいなところが、えーうん、あるんですけど、まあ、お母さんミサエさんとあのチェイスですね、えーまあ、カーチェイスならぬ、まあ、チャリチェイスっていうのかな駆け回るシーンがあるんですけどそこがごめんなさいねあの 無駄にっていう言葉を使ったらあれなんですけど <laughs> 無駄に立体的になってて <laughs>、えー、面白いですそういうところでまずくっとつかまれてしまうので夏映画としてテンションまず上がりますねで、うん、中身としてはですね、えー、大根仁さん、えー、モテ期とか爆ンとか、えー、このコーナーでも紹介しました「エルピス」というドラマでの監督として、えー、実写の映画とか、えー、ドラマの監督として有名な方ですけれども今回初のアニメーション監督に挑戦されていると。うん いうところも、えー、非常に、えー、新しいポイントかなと思いますね。でストーリーとしては、ですね、えー、ヌストラダムスという予言者の予言に <laughs>、えー、従ってですね。宇宙から二つの光が、えー、地球に訪れると、でその一つが真之助にあたって、真之助がですね、エスパーになってしまうという。う <laughs> <laughs> これが掴みでございますこれが最初の <laughs> え流れなんですけれどもここまでは結構今までの『クレヨンしんちゃん』っぽいなと思うと思うんですよ。<ー>えー、今回のゲストキャラクター、えー、悪役ですねがどんなやつかというとですね、えー、完全ななな個人んんですよねへ団体じゃないんだそう割と悪の組織と戦うみたいなイメージが『クレヨンしんちゃん』映画だとあると思うんですけどで今回も組織っぽいものは一応チラッとは出てくるんですけど大きくライバル敵として登場するのはですね えー、ものすごく弱い個人ですす<ー>ものすごく弱い個人で、えー、名前がですね「えヒリヤミツルという名前の、えー、松坂桃李さんが声をやっている松坂桃李さんってね、えー、これ僕死者の時だと分かんなかったですね後から、えーえー、見て分かったんですけどでこの「ヒリヤという名前これちょっとね悪意が強いんですがいわゆる「リヤヒリ里ジ銃」というあ<ー>、まあ、現代語ですねの、うんえー、名前をですね苗字に 使っているんですよね非リア充っていうのは、うん、リアルが充実していない人、うんえー、大変な生活をしている人という、まあ、楽しくない人生を送っている人みたいな、うんえー、ニュアンスですけれども、えー、実際にですね彼がどんな境遇かというと、えー、今日雇いバイトをしていまして、まあ、完全非正規雇用で、えー、ティッシュ配りのアルバイトで生計を立てているんだけれどもそれもうまくできなくて、うんえー、パワハラみたいなことを受けたりしているみたいな感じですね。えー、で推ししのののアイドルがいいるんんですけれどももそのななかこう推しビジネスみたいなものに多分 この人は搾取されててしまってるんだろうななみたいな感じででもそれが唯一の生きがいだったんですがそのアイドルが結婚してしまうというメンタル的なショックも抱えているところでえ暴行事件の冤罪で警察に追われるというですね最悪なポジションにいる人として始まるんですよ。でその時点では彼は悪役でも何でもないんですけれども要するにこれはねいわゆる弱者男性今えよく言われる弱者男性というえ存在の象徴 として描かれているんですけれどもこれしんちゃんとかに出てくるようなテーマかなとほぼジョーカーみたいなフォ、うん、アキンフェニックスがやっていたなんかああいうシリアス、まあ、ジョーカーももともとアメコミだからそういうねじれは起こってるんですけどなんか非常にこうシリアスなアニメ映画とかではちょっと目を背けてしまうような、えー、ところを描いている作品ですで彼のですね存在がですねどんどん大きくなっていって、えー、まあ 巨大な敵になってしまうんですけれども <laughs> そ、そう想像つかないでしょ。それだけ言われても、うん、どういう意味っていう。うん、はいそれで。どう。 かか野原一家が関わるのか全然読めないですで従来の「クレヨンしんちゃん」作品っていうのは何らかの、えーまあ、現代的なこう社会を象徴するような要素を背負っている悪の組織「はいはいはい」わっはっはみたいな、うん、え奇妙な衣装を着た悪の組織が訪れてですね、うん、え地球を侵略しに来るとで。それに対して野原一家が、えー、家族という非常にローカルなコミュニティえー、もしくは春日部氏への愛とかを使って戦うみたいな構図だったんですけど、うんうん、今回は個人の抱えてしまった悪意 バーサスそれより強い家族というコミュニティの話なんですよ。結構らい野原一家が初めて敵より強いっていうのが新しいかなと僕はすごく思ってもしかしたら従来のしんちゃんファンからするとこれは攻めすぎだっていう意見も出るかもしれないなと思うぐらいあの野原一家がですね自分たちが強いということに戸惑うというシーンが出てくるんですよね。ね でもやっぱりあれ結構幸せな家族だから今の社会からすると結構恵まれてる側じゃんっていう作品へのツッコミっていうのは結構正しいんですよねと思いました。でまで、あ、この最終的にどうなっていくかっていうのはこれ新之助のある種の空気の読まなさっていうものがこう問題を解決する糸口になるっていうところでこれ「しんちゃんイズム」も全く削れてない。 っていうところが新たな今の時代、しんちゃんを映画化するっていうことの新解釈として、これはよく深く考えたなっていうところで感心してしまいまして、サンボマスターさんの「Future is yours」という書き下ろし主題歌が最後に流れるんですけど、いいねとあるワンフレーズがね、何回もね、4回ぐらい繰り返される同じ文章、サンボマスターさんよくやるじゃないですか、同じこと何回も言うって<ー>そこでエンドロールで僕はちょっとだけ泣いてしまいましたねあ<ー>。うん 私はもうこのとべとべ手巻き寿司のサブタイトルでこの妹が手巻き寿司になっているこのポスターで泣きそうです素晴らしい手巻き寿司をご家庭でやるって幸せなんでもない手巻き寿司はちょっとね手巻き寿司って一人でやるかなっていうことですねとべとべ手巻き寿司はい これが世の中でどういった反応を得るのかというのを僕非常に楽しみにしていましていろんな意味でヒットしてほしい作品でございます、えー、ぜひご覧ください8月4日金曜日公開ですね新次元クレヨンしんちゃんザムービー超能力大決戦とべとべ手巻き寿司です、うん、言えましたし <laughs> 大島や早期の大島が推しますこのコラムはポッドキャストや YouTube でもお聞きいただけますぜひチェックしてくださいお知らせの後は桂宮司のザブトンファイブです